うわこれすごいな。1900年、1900年ですよ。120年前。お疲れです。ありがとうございます。またランチコメントが聞こえてくるわ。今日はあの俺がね、俺ヤフオクで、はい、マキタ7点セット、マキタ7点セット、はい、すごいね。ちょ、お前反応悪かったらね、すっきりぞ。いや、すいませんでした。その蝶づいてる18歳。いや、お前こら、すいません。蝶づいてる、誰がそんなもん許可した、そんなおしゃれ2ブロックシーンで。はい、ワンブロックじゃないですか。ワンブロックってあるの。はい、坊主です。あ、そうだね。ちょっとね、今日のやつは本当にね、まあ、ヤフオクでちょっとこんな企画やってみようかなと思って、結構前から注文しとったんですけど、なかなかやれんくて。もちろん中古なんですけど、うわこれすごいな。もうこんなんもだって言って、もうエラーが30年前でもマキタって英語になっとったから相当古いんちゃう。行ってみましょうか。いいよ、お前使えんな、お前。じゃあ、開けてみますね。おっ、おぉ。お前、両方使ってるんじゃない、お前。何やこれ、すごい。でも、結構すごい。それ何ですか。ドリルだろ。おぉ。電気ドリル。めっちゃ古いですね。電気入ってるっすね。電気入ってるな。まあ、これ電気ドリルね、これまあ見える、ちょっと見える、これね、これ表札。そんなとこしょ。お前もう一回やれよ、お前。これ表札。どこ紹介したい、今。いや、コンセント。お前、それ何、それギャグでやってんの。いや、違います。ギャグでやってんの。相当逆戦ないよ。これ、お前どこだぞ。やば、歯も入っとるじゃん、はい、マキタの歯、純正の歯。これ、ね、なマキタってな、これもう相当昔だな、お前。もうちょっと反応しろや、お前。丸の子ちょっと食べるぞ、お前。ほんとこれ何なの。じゃあ、怒んないです。なんだこれ、ジグゾーみたいなじゃない、この切るやつ。これは相当古いぞ。俺らがガキの時からね、英語だったもんな。俺らが18ぐらいから、はい、まあ、16からか現場行った時の。だと思うんだけどな。やばいでしょ、これ。あ、お前もっとなんか言えや。いいんだわ、やばいっすねって言ってみや。あ、これもあるじゃん。これもな、これカンナだろ、電気カンナ。ね、まあ、大工さんが使う。で、大工なら電セットみたいなもんなんだろうな、本当に昔の大工さん。もう最初だろうな、これ懐かしいな、これ、はい、うん、うわっ、これもすごいじゃん。あ、ジグゾー、歯。あ、これですか。うん、これの歯だよ。相当古いぞ、これ。あ、マキタのロゴ入っとるやん、はい、なかなか見たことないだろう、だって。いや、ないです。こんな感じのマキタな、はい、うわこれすごいわ、本当にすごいわ。明治の香りがするやん。こうやって並べて入れてくださいねっていうのも書いてあるんだわ、全部な。こんなもんついてる。はい。何これ。いや、わかんないですね。わかんないの知ってんだよ。じゃあ、バーだけ行ってくれ。はい。うわ、これ純正じゃん。これもマキタの純正のマーク入って、はい、マキタだな。ボロボロっすね。あ、ボロボロっすね。そりゃそうだろ、お前何十年前。あ、砥石、砥石だ。昔はこういう電動の工具の刃も、丸ノコも歯、これ砥石でやったんちゃう。あ、違うかな、すぐ買えるですね。買えるだろう、多分。そうだろう、これ、はい、うわうわ、これすごいな。ちょっと誰かもうちょっとなんか言ってくれよ。ずっと俺だけうわーって言って、そう、俺だけ大げさみたいになっちゃう。やばいっすね。なあ、驚くのが仕事だ。はい、もうな、はい、これ砥石やね。やばいっすね。ちょっと楽しそうな。これ砥石やね。砥石ですか。ああ、もう砥石見たことないんですよ。砥石なんか今見んよな。だって包丁研ぐとかないだろ。ないです。親がこう
まあ、あれだよな、お前オリババーぐらいだよな、包丁止めてるなんてすごいよ、これドリル組み立てね、こんなないぞ、はい、人間の絵付けて元の昭和のやつだよ、何年式なのかな、年式書いてないな、視聴者の人に来て知ってる人いるのかな、これな絶対見ないもんだろ、これな、だろうな、だろうな、だろうちょっとネットで調べてみようぜ、だマキタの7点大工セット、はい、はい、それではちょっとね、ネットで調べても出てこんかったんですけど、はい、今このブリキが言うにはこれが1900年ですよ、120年前、いや、そんな120年前のコトヒナシがこれ、いや、そんな昔じゃないです、1986年ですね、86年の問題、40年じゃない、34年前ってことだもんな、それですか、30年前ってことはもうだって俺が10歳の時だもんな、今日はあの俺がね、これヤフオクで1100円落札、これネットでも1万円で出てたらいろいろ出てたんですけど、まあ、こうやって実際にこうやってね、説明書までついておるっていうのは珍しいと思うよ、そうですね、ネットで1万円とかメルカリで撮ったよな、で結構多分流行ったと思うんだよね、またちょっとじゃあヤフオクとかでちょっと面白い商品があったらいろいろちょっと今買い漁っとるんで、またちょっと面白いのやっていけると思いますので、あのぜひまた皆さんその辺も見てください、チャンネル登録といいねよろしくお願いします、お願いします、またねyou